マイナー武将列伝、アマゴから毛利へ、家名を残すことを最優先した赤名盛清。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は赤名盛清について紹介していこうと思います。戦乱の中国地方では大内アマゴという勢力が戦いを繰り広げていました。赤名盛清は代々アマゴ氏に仕えた家柄ながら、アマゴ氏の衰退と毛利氏の躍進を前に、家名存続のために毛利氏へと鞍替えした武将です。大勢力に翻弄された彼の生涯は一体どんなものだったのでしょうか。大勢力のせめぎ合いの地に生まれる赤名氏は、出雲の国人で赤名瀬戸山城を本拠地としていました。もともとは岩見の沢氏の所流で、出雲赤名荘の地頭となったことから赤名姓を名乗るようになったそうです。赤名という場所は出雲、岩見、備後の国境付近に位置しており、戦国時代には大内氏、尼子氏、毛利氏の争いの舞台となりました。盛清の祖父赤名久清の頃に尼子常久に従うようになっていましたが、赤名瀬戸山城は尼子氏の出雲国内の主要な市場である尼子実機の一つとなり、防衛拠点として非常に重要な場所となっていました。祖父そして父光清は尼子氏と敵対する毛利氏への攻撃に加わる日々を送ることになります。そんな中の享禄2年1529年、盛清は赤名光清の三男として誕生しました。長兄が秋清、次兄が定清となります。父光清の勇姿と壮烈な討ち死に、天文9年1541年、赤名光清は尼子氏の軍勢に加わり毛利攻めに参加しましたが、大内氏が毛利氏の援軍に加わったために敗れ、多くの出雲の国人は大内氏へと鞍替えしてしまいました。こんなこともあったため、大内義高は尼子攻めを決断。天文11年1542年、武断派の家臣末春方に後押しされ反対意見を押し切り、尼子氏の本拠地合算戸田城攻めに向かいました。末春方ら大内氏の本隊に加え、毛利元就などとの軍勢は数万もの大軍に膨れ上がっていたのです。彼らの進行方向にまず位置していたのが、雲南随一の県城と称された赤名氏の居城赤名瀬戸山城でした。盛清の父光清は自らの手勢と千の援軍だけで大軍を迎え撃つ覚悟を決めると、赤名川をせき止めて城の周りに湖を仕立て上げ、城の防備を固めます。そしてやってきた大内の大軍と合戦を開始すると、何度も城門を開けて突撃を敢行し、毛利方の熊谷直継を討ち取りました。光清の猛攻の前に大内勢は一旦退却せざるを得なかったほどです。しかし光清を襲ったのは敵陣から放たれた一本の矢でした。指揮中の彼の喉元にそれは突き刺さり、彼はあっけなく命を落としてしまったのです。とはいえ光清はわずかな手勢で数万もの大軍を2ヶ月間足止めするという功績を挙げたのでした。兄たちと袂を分かち当主となる父光清の奮戦により、尼子氏は結果として2ヶ月の時間稼ぎに成功しました。そして合算戸田城の戦いでは大内氏を破り、以後の大内義高が戦意をなくす要因となったのです。とはいえ赤名氏は当主である父を失い、赤名瀬戸山城を大内方に奪われてしまいました。二人の兄たちは大内に降伏し、大内方となってしまいます。その後上の兄は大内毛利方として筑前に遠征して討ち死にを遂げ、下の兄は実家と袂を分かつことになってしまったという事実に苦しみ自害してしまったそうです。なんとも悲しい末路ですね。一方盛清は存命だった祖父久清と行動を共にしていたようです。翌年大内勢が撤退を始めた隙をついて城を奪還し、尼子氏に帰参した上で盛清が正式に家督を継ぐことになりました。盛清は尼子春久に仕え重用されたようです。
父光清の命がけの功績も大きな影響があったようで、森清は加増されるなどかなり厚遇されました。この頃尼子市の藩とは最大となり、森清はその戦いで活躍したようです。さて尼子市の旧敵大内氏ですが、大内義隆は家臣の末春方に下克上されて死去し、その末春方は毛利元就に敗れて自刃しました。大内氏も滅亡を遂げ、中国地方では俄然毛利元就の力が拡大していきます。それはつまり尼子の敵が毛利になったということでした。そして毛利氏による侵攻は日に日に強まっていったのです。主尼子春久の急死により赤名城を再び大軍が襲う。森清に大きな転機が訪れたのは永禄3年1560年のことでした。主尼子春久が急死したのです。後継ぎは息子の義久でしたが、絶対的な存在であった春久の急死に尼子家中は動揺しました。春久の時代に有力な力を持っていた一族の新宮党を粛清したことで、義久を支える力が働かなかったのです。また黒人たちの不満もポツポツと湧き出しており、尼子氏は一気に揺らぎ始めたのでした。春久の死は必死に隠されていましたが、毛利元就にはすぐに知られてしまいます。そして元就は動き出し、永禄5年1562年、再び大軍を持って尼子氏を攻めにかかりました。第二次合算戸田城の戦いです。となれば敵の攻撃目標となるのは前回の合算戸田城の戦いの時と同様、赤名瀬戸山城です。再び赤名側が勝てるとは限らず、状況は極めて苦しいものとなりました。毛利元就からの降伏勧告を受け入れる。すると森清のもとに毛利元就からの使者がやってきます。尼子氏で共に仕えていた水戸や久助でした。おそらく彼は少しだけ先に毛利氏に降伏していたようです。そして元就の申し出を伝えに来たというわけです。元就は森清に対し、所領は安堵するので降伏してほしいという旨を伝えてきました。これなら好条件ですから、家中はどうするかで紛糾します。降伏すべし、いや徹底抗戦すべしと真逆の意見は当然ながら噛み合いません。特に老臣森田左衛門は降伏に猛反対し、代々尼子氏に仕えてきたのですから忠義を全うすべきですと主張しました。森清は悩みました。尼子は恩がありますが、このままでは赤名の家そのものが危うい状況。それならば降伏した方がいいのか。そして森清は家の存続を選び、毛利氏に降伏したのでした。敵となった旧臣こそ忠義の人だと討たなかった。森清は毛利元就に下りましたが、それに反対していた森田左衛門などは一揆を組織してゲリラ戦を行い、徹底的に抗戦していました。毛利方の兵糧を奪うなどの妨害行為もあり、元就は相当イライラしたようです。そしてかつての主である森清が積極的に鎮圧しようとしないことにも苛立ち、ついには叱りつけました。すると森清はこう言いました。私は忠義を捨てて毛利に走りましたが、彼らは武門に生きて忠義を全うしようとしているのです。彼らこそ忠義の人であり、それを討つことは無道だと思うのです。それを聞いた元就は、どちらも白衣粛清のようだなと感嘆し、怒りを収めたのだそうです。白衣と粛清は古代中国に生きた兄弟です。彼らの父である王は弟の粛清に攘夷しようと遺言し、白衣はそれを受け入れたのですが、粛清は兄を差し置くわけにはいかないと固辞して出奔してしまいます。白衣も父の言いつけを破るわけにはいかないとやはり出奔してしまい、二人は行動を共にします。その後州の武王と軍師太公望が無道を極めた院の中央を討とうとしていると、白衣と粛清が現れ、あなたの父君が亡くなられてまだ間もないのに戦を行うのは果たしてこうでしょうか。
それに今主を討つのは果たしてジンでしょうかと歓言しました。州の兵たちは怒り狂いましたが、太公望はそれを制し、彼らの言うことこそ正しいのだと言ったのだそうです。中国史ではかなり有名な話なので、当然日本でも広く知られていた話なのでしょう。その後の森清と赤梨、元就に降伏した直後、森清は毛利氏による合参戸田城攻めの先鋒を担いました。その後は毛利の北九州遠征、雨子最高軍との戦いになどに参加し、毛利家臣としての立場を築いていきます。元就の死後は輝元に仕えました。元亀4年1573年には嫡男に家督を譲りますが、先立たれてしまい、孫がその後を継いだそうです。家督を譲ったのは嫡男ではなく弟で、その後甥が継いだという説もあります。なおその頃から吉川氏に従うようになっていたようで、所領が赤名から天保となったため、赤名から中川に改名したそうです。子孫は長州藩士となりました。まとめ1、赤名氏は雨子氏に仕え、城は雨子実機の一つに数えられる要衝だった。2、父赤名光清は大内毛利の大軍を相手に奮戦し討ち死にした。3、祖父と共に城を奪還し家督を継ぐと雨子春久に重用された。4、雨子春久の死後、雨子領侵攻を狙う毛利氏の標的となった。5、毛利元就からの降伏勧告を受け入れ雨子氏から離反した。6、降伏に反対し一揆を起こした旧臣を忠義の人だとして討たなかった。7、毛利家臣として各地を転戦し、子孫は長州藩士となった。大内、雨子、毛利という勢力がしのぎを削る中国地方で生き延びる術は、時流を読み臨機応変に主を変えることだったと思います。その点では森清の決断は間違っていなかったと思います。主に忠義を捧げて命を散らすのも、後世に生きる私たちから見ればロマンもありますが、家を残し家臣やその家族の命を守るのもまた当主の役目だったのかもしれません。戦国時代を生きるということの大変さを感じました。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。